大体知ってる選手強いでしょ。使える、それをもっと。うわー来た。はっ、こんにちは、こんばんは、ハルケです。今回はフッティーズディバラを使っていきたいなと思います。スキル5、逆足5の選手になってます。まあ TOTS と同様に能力が強化されたというふうなことですかね。特にドリブル、まあ、99というふうなこと素晴らしいですし、パスもシュートもうまいと。でペースも95まで上がりまして、少しフィジカルも強くなったというふうなことですね。でプレイスタイル4つプラスついてますね。今週と的確なパスとテクニカルとフレア、あ、この4つがプラスということになってますね。まあラピッドクイックステップはついていないというふうなことになってます。で今回ケミストリースタイルはホークをつけて使っていきたいなと思います。じゃあそれでは試合に行きましょう。はい、当たりましたんで行きます。さあ、これもまたまさかのディバラ。まあ、TOTS の頃はね、やっぱどうしてもケミが難しかったっていうのもね、ありますけれども、このカードはケミをそこまで気にすることはないんで、もしかすると使われる選手になり得るか。で今回は 4-2-3-1 のキャムでいきます。ここかな、あ、ディバラ、ディバーラー、ディバーラー来た、素晴らしいね。やっぱりシュート面、まあ、特に今週はね、この人は結構入りやすいんで、 S の時から安心感のある今週をね、見せつけてくれてますよ。いいよ、よしよしよし。あ、お、まあ、あとはやっぱフィジカルがどうかですよね。あとスピード面、ラピッドクイックステップがついてないっていうところが、まあどうか。 S もね結構強かったんで、本当、まあメッシにちょっと近いかなっていう感じですよね。いいね、いや、パスがねやっぱうまい。一応 S とね、本当プレイスタイル的にはね変わってない、何かが追加されたとかそんなんはなくて、的確が一応プラスになったっていう、まあだけっちゃだけなんですね、プレイスタイル面に関しては。一番多分能力的に大きく上がってるのは冷静さかな、プラス3されてるかなと思いますね。 S から S 多分91とかやったと思うけど、このカードは94、惜しいよ。フィジカルでゴリッドっていうのが、まあ一応ホークで上げてはいますが、うん、いいね、惜しい、いいよ。あ、ディバラ、あ、ディバラ、あー惜しい。今のワンチャンフィジカルがあったら耐えれてシュートまでいけた可能性もなくはないよ。でもそれまでのが素晴らしかったね。あー、ここちょっと欲しいね、グイッド力。今のまあライスやからちょっと強いけど、あっこを、フィジカルでグリッドというか、ルイス・ディアスはあれいける時が多いのよ。あー、マジか、あれまさかディバじゃないか、んロチェルソか、あ、パーマーのあれかっこいいな、あれ出し方わからんな。あ、テクニカルの推進力はねそれなりにあります。でもラピッドついてた方がもっと推進力はあったかなっていう感じするんで、来たよ、あー惜しい、いいよいいよ、悪ないよ。おお、ただ5-5はやっぱりでかいんで、それは結構いい部分。
あとこのパスね。あ、ナイス。あ、惜しい。ちょっとフィジカルで耐えたね。ちょっとだけフィジカルで耐えました。スーロット、やばい。うわ、マジか。スーロットの推進力えぐいな、やっぱりこいつの。いいよ。あースーロットは空中戦じゃなくてもう地上戦で違い見せつけとるもんな、この試合に関しては。あ、ナイス。うん、ディバラ。あー、下手。最近マジでちょっとシュート打つのが早いな。めちゃくちゃ赤出てる気がする。あるか。惜しい。ディバラはちょっと今週遠目から打っていきたいよ。いや、あぶね。スルロット強すぎやろ、この人。もうスルロットにゴリゴリやられてるわ。まあ、だから構図的にはスルロット対ディバラっていう、まあ、感じにはなっとるわな。そう、逆足5ってね、今週もあるから、全然右足でも高精度打っていっていいっていう。ただディバラ冷静さもっとありそうな感じするけどね、今作ずっと思ってるけど、ちょっと低ない。こんなもん。ナイキ、こんなもんですか、ディバラの冷静さは。勝て。おお、ナイスナイスナイス。いや、そっちじゃないけど。ディアス、出せ。惜しいよ。いいね。あ、あれはまさかディバラ。ディバラ。うん。ちょっと加速力もっと求めたいね。もっとこうなんかぶち抜く選手っていう。 OK、 もっとディバラにぶち抜く力を欲しいね。いいよ。めちゃくちゃ今週狙ってきだしたよ、急に。今週対決か、これ。ディバラと今週対決、これ。全然あるよ、全然。こっちのディバラやるよ。あ、いやー、いってほしいね、今の。勝て。 OKOKOK、 いいよいいよ。まあでも基本的には本当にこうメッシーみたいな使い方というか、まあぶち抜ける時もあるけど、周りとコンビネーションしながら、まあ5-5だしテクニカルもあるし、自分でいける時は行っていいよっていう、そういう感じの使い方かな。まあ相手からすると守りにくい選手ではあると思いますね。やっぱり的確なパスもプラスでついたんで、パスもめちゃくちゃ上手くなってるしっていう。ただちょっとどうなんていう現環境の中で違いを生み出せていけるのかっていう。後半やれよと。後半ディバラ、あ、スロット変えるんや。ベグ来たよ。スロットめっちゃ強かったけどね。うん、さあ道開けたんちゃうの。当てるねー、当てますね。出た。
出たか。おお、奥か。いいよいいよ、 OK。 来たよ、ディバラ。ディバラ中おるよ。ディバラ見て、ディバラ。惜しいけど、惜しいけど。でも先日来たフェキルとは違うタイプですね。もうフェキルとは全然違う。あ、あ、惜しいな。フェキルの方がね、もっとフィジカルでいける。あ、いや、うまいシュート。今のは今週じゃないです。普通にストレート系のシュートで打ってみたら決めてくれた。決定力高いね。いいね、いいよ。ナイス。うん、おお、いいね、ディバラ。あ、これでマリとコミュしながらやね。いや、うまい、ディバラ。ディバラうますぎた。ディバラがうますぎた。さあ、このね、やっぱこねる力軽いのよね、ドリブルが素晴らしい。いい、ファンダイク背負って、いやー、オッケーオッケーオッケー。いや、ディバラやっぱ強い、強いね。ナイスだね。まあ、そう、フェキルの方が、まあ、悪く言えばちょっとフェキルの重さというかが、まあ、若干なくはない。いいね、おしおし。いや、でもディバラね、だいぶ厄介やと思うよこれ。うん、あ、だ、まあ、フィジカル球際で無理できる選手ではないけど、ただでもその球際で無理できる場面を作らなければ、まあいいね。あとここをね、もなんかここをね、もっとぶち抜いてほしい。難しいかな、ちょっと求めすぎかな。まあ大工も早いか。じゃあなんかもっと早い選手だったら、もうちょっと中に切り込んで右足でシュート打てるような角度まで持っていけたような気がすんのは気のせいでしょうか。求めすぎ？ちょっとなんか求めすぎてる？バペとかやったら行ってるし、あれ絶対。だから、まあ、ディバラ早くなったし、置いていける状況はまあもちろん増えたとは思いますが、まあラピッドクイックステップがあればなっていう。そう、ないからね。 あってあれやったらまあええねって思うんやけど、誰もいない。通路と読んだら誰もいなくなりました、真ん中が。あ、ナイス。ただこの的確パスがかなりいいから、プラスでついたのは。うん、テクニカル使えばまあ割とフィジカルもちょっとみたいな。でもね、完璧な、あ、惜しい。なんかめっちゃ入りそうな軌道やったけど、ラピッドクイックステップがあればもっとテクニカルも生きた感じがしますし、十分よ、十分やけど、十分やけど、あえて言ってます。まあ正直もうこの時期になってきたら、大体知ってる選手は強いからね。大体知ってる選手強いでしょ。使える、
それをもっと、うわ来た来た、ディバラ素晴らしい。今週いいね。もうまんまやん。あ、またやってしまったか。新たな選手が破壊してしまった。こんなことがあっていいんだろうかと。あとパスうまい。普通に単純な強パスじゃなくてもね、かなりこう的確、その強パス以外のパスもうまいです。いいね、テクニカル。わお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 、ディバラ、ディバラ素晴らしい。あ、G、 いや、ディバラね、普通にやっぱ強えなっていう感じはしますね。うん、まあなんか S、 まあ S も強かったけど、そっからやっぱ能力上がったなっていう気はします。現環境でもかなり、まあ、多くの方が満足感得れる中盤、まあ、もしくは前線の選手になるんじゃないかなと思いますね。まあ、本当にメッシが多分一番近いかな、使い方としては。周りとコンビネーションしながら、まあ自分でもいけるっていう、まあ5-5だしっていう。で、あと今週か、飛び道具持ってるし、パスもね、かなり上手くなったっていうのも一つ、うん、大きいアップグレードかなと思いますんで、かなりいいんじゃないかな、普通に。作る価値も、ケミをね、合わせる必要はそこまでなくなったっていうのも含めてみると、値段多分40万弱ぐらい、37万とか、ぐらいなので、結構作りやすく、うん、強い選手になってますんで、価値はすごくあるんじゃないかなと思いますね。まあ、ぜひね、気になる方は作ってみてほしいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなとったら、チャット登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。